そのプロデューサーがあのヤン・イクチュンさんで映画化したいっていう最初からそこがあったので、そこからスタートですよね。ただやっぱね、原作が日本人同士の話なんで、僕としてはそのイクチュンさんとぜひ映画を作りたいっていうところでこう引き受けたんですけど、そこからやっぱでもそう、どう原作からどういうふうにイクチュンさんっていうキャラクターというか役者をこうどう混ぜていくかっていうのは結構そこは大変でしたけど、韓国の俳優であるイクチュンさんをこの原作の中で成立させるためにはっていうところでいろいろ考えていく中で、結果ああいうモンスターになって、でなおかつちょっと何だろうな、すごく温度のあるというか、その人間臭いモンスターになってって、それがすごく笑いにつながっていくみたいな感じになったかなと。原作だと石倉っていうキャラクターなんですけど、映画ではジオンという韓国からの留学生、そのキャラクターの実は性格とか設定は結構真逆って言っていいぐらい全然変わってるんですよね、うん、だからそれは本当にイクチュンさんを通してこの脚本を変えたりしていく中で、あのガラッと変わったというか、まあまずイメージ的に、うん、まあ原作を読んでる人は分かるんですけど、やっぱなんかこう生田くんってすごくこう明るくて、なんかすごくこう壁を作らないというか、すごくこうフレンドリーなイメージがあって、そこはすごく浅井っていうキャラクター、うん、僕が思う浅井にはすごく合うなと思って、でも引き受けてくれないんじゃないかなっていうか、結構ひどいひどいって言い方もあれだけど、結構こう、うん、あの人を選ぶというか、うん、結構役者によってはやりたくない役だろうなと思ったんで、だけど生田くんすごく結構ね、結構こう前のめりというか、うん、なんかこう乗ってやってくれたというか、はあ、そういうのがあったんで、あこの人面白いなと思ってまあ原作、漫画原作で言うと、そう、その主人公の過剰なる疑心暗鬼とか、はい、過剰なるその考えすぎな思考とかがもうギャグになっていくんですけど、映画に関して言うとそれはちょっとやり方変えてて、やっぱその過剰なそのジオンっていうそのキャラクターがどんどんモンスターになっていくっていうか、モンスター化していく中でリミッターが外れてって、でそれをこうそれに追い込まれるその浅井っていうキャラクターのリアクションで笑えるとか、うん、そういうことで、そのなんだろう、そう、映画はそういう風に変換してるかなって気がします。生田くんっていうか浅井の役割はそこなんですよね。観客の視点にっていうか、観客が感情移入できる唯一のキャラクターなんで、うん、そうだからそこはもう生田くんのなんだろう、生田くんでよかったなっていうところですよね、うん、現場でもそういう浅井のその、まあ、ある浅井のある種凶悪関連の話ですけど、そこをすごく楽しんでやってくれてたんで、はい、ジオンっていうそのキャラクターは結構、ね、モンスターになっていくっていう、ある種こう熱量をガーッと上げていくキャラクターだったんですけど、浅井は結構そこの駆け引きというか、結構それをこう受けてリアクションしていく、しかもなおかつ高山病で視力も失っていくみたいなところの細かい微調整を、そう、現場では生田くんとはずっとやり取りしたって感じでした。生田さんは割とディスカッションを重ねていくタイプ。そうですね、どんどん、あのもちろんディスカッションっていうか、生田さんももちろん質問をいろいろくれてはいたんですけど、生田くんの場合はもうやっぱ生田くんってすごいプロフェッショナルなので、うん、もう少し生田くんの方がこう映画とかこの現場自体をちょっと俯瞰で見てる感じがあったという、ね、生田さんどちらかというとこういう役自分のこう役をグッてかっこう閉じ込めるタイプというかがあるんですけど、生田くんはそうですね、例えばそうなんかこう自分でこうどういうお芝居をしなきゃいけないか、プラスカメラがこっちにあるとか、アクションでこういう動きがあるとかっていうこともどっかで並行してこう考えながらやってる人なんだろうなと。俺が実はあんまアクションやったことないので、俺を通してっていうよりも、アクション部と本当現場で生田くんとか生田さんの方が経験あるから、そことの話が早かったんですよ。だからそうそう、特に生田くんなんかはもう、あできるできる大丈夫とか言いながら、もう自分でこうあのできる範囲とかを決めてやってたんで、ほぼ体育館の中でやってたんで。そうか、体育館の中に建てられる。そうなんですよ、体育館の中だったんで。しかもあのオープニングの雪山のあの遭難シーンも同じ体育館の中にセット組んでやってたんで、9割方全部体育館でしたね。だから
なんかイクチュンさんがやっぱ現場を作ってくれてた気がしますね。だからやっぱこうアウェーなわけじゃないですか、イクチュンさんって。そう、みんな日本人 でもちろん通訳の方もいるけど、一人こう栃木の足利にあの送り込まれて一人でこうあの孤独にこう芝居に向き合ってるっていう、本人はそんな意識してなかったかもしれないけど、なんかそれを見てるだけで、なんだろうな、同じ、僕もそうですけど、現場にいるだけでこうやっぱりなんかね、気合が入るっていうか、なんかこう背筋が伸びるというか、そういう空気を作ってくれてた気がしてて、もちろん和気あいあいとしてる瞬間もあったんですけど、全然そういうこうなんかだれることもなく、でもなんかあの現場のいい心地よい緊張感をなんかイクチュンさんがずっと作ってくれてたなと思いますね。それは多分生田君も感じたと思うんですけど、実はジオンっていうキャラクターは映画を最初から最後まで見てもらうと一番筋が通ってるんですよね、実は。最初に告白シーンから始まってあることを告白するんですけど、でも一貫して筋が通ってるのは、ジオンの方で、そういうキャラクターの方が多分イクチュンさんとして整理するかなと思ったので、原作にはないある仕掛けを今回映画で、まあそれでも実はそんなに斬新でもなく、あの、別にそんなにこう、ただまあそれを知らない方が絶対映画楽しめると思うんで、ここでは言わないですけど、その仕掛けをこう、みんなで思いついた時から、ようやくこの映画が一個ね、こう開けたんですよね。その仕掛けをこうやることで、結構自由度が増すなと思って、で、それは、イクチュンさんをもっと活かせるし、で、浅井、まあ、生田君演じる浅井っていうのももっと活かせるしっていうことの、ちょっと突破口になったかなっていうふうには思ってます。で、そのモンスターっぷりがやっぱ、なんだろうな、生田さんだからにじみ出るというか、ちょっとかわいそうになったりとか、ちょっとこう、完璧なモンスターじゃないあたりが、すごくこう魅力的で、だそういうところは本当、まあ、初見で見た人はね、もしかしたらちょっとこう、あの怖いなって印象だけになっちゃうかもしれないですけど、結構よくよく見るとね、結構笑っちゃうシーンがあると思うので、そこは楽しんでもらいたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。